塩見です。ですね、今回の動画はですね、6月以来ほとんど自転車乗ってなかった塩見ですね、今12月なんですけど、半年ブランク空いちゃいましたと言ったところですね、いきなりですねロングダイブに出るとですね悲惨な目になりそうだったので、淡路島に行ってみようと行った動画になります。淡路島って、淡路島一周よく言われるのは淡市ってやつがあるんですが、淡市っていうと150キロぐらいあるんですね、そこまで走れないなと思ったので、いろいろ人に聞いてみるとですね、淡路島って途中からですね、ショートカットできる道がたくさんあるみたいで、行ってきました。いわゆる淡半っていう、半分だけ淡路島回ろうというそういうプランでございます。まあこれだったらいけるんじゃないかなと思って今回行ってまいりました。はい、ではどんな感じになったんでしょう。ビデオを見てもらえると嬉しいです。それではどうぞ。はい、西海岸に出る前ちょうど伊佐那木神社がありましたんで、こちらにちょっと参拝行きたいと思ってます。
塩見です、今ですね群家公園っていうところまで来てます。太陽がだいぶ高いところにいるんで夕日というよりも昼間の海という感じですね。でも景色綺麗ですね。はい、しおりんです。今16時28分ということでですね、こちらですね、岩屋にあるお風呂屋さん、何でしたっけね、松穂の里というところのスーパー銭湯みたいなもんですね。こちら到着しましたんで、本日の動画はこれにて終了といたします。それではまた違う動画でお会いしましょう。よろしく。あ、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた。